ポルトガル語のスケッチ、シメオンの名が書かれているシメオンとは、創世記によるとヤコブ・トレアの第二子であり、イスラエルの十二子族のうちシメオン族の祖とされる。しかし、一部の聖書学者はこれをポストディクション、すなわちイスラエル連合の核部族の関連性の起源を提供するためのエポニム、メタファーであるとして見ている。聖書学者は、 シメオン族は初期のイスラエル連合の一部であると聖書の著者に信じられていたと主張している。しかしながら、そのシメオン族は聖書の一部には書かれておらず、本文批評学者は例えばデボラの歌のように最も古いものであると主張し、また一部の学者はシメオンがはじめは個別の部族とは考えられていなかったと主張している。トーラーのテキストでは、シメオンの名前は レアがヤコブに嫌われているのを神が耳にしたために神が授けてくれた子であるとのレアの確信に寄りつけられた。ヘブライ語で彼は私の苦労を耳にしたという意味の言葉であるシャマオンの語源ともなっており、トーラーがテオフォリックネームを与えたイシュマエルと類似した語源である。これはシメオン族が当初イシュマエル族のグループであった可能性を示唆している。 古典的なラビ文学において、この言葉は時々、神の言葉を聞くものを意味すると解釈される。そしてそれは、罪という意味である、シャムインに由来していると考えられる。それは、シメオン族の司である、ジムリが、ミデヤン人の女性と交わったことへの予言的な、言及であることを示している。シェケムでのシメオンとレビによる、虐殺トーラーによると、 シケムという名のカナン人によって、シメオンの妹のディナが強姦された際、シメオンと彼の兄弟のレビは、町の住人を騙して滑稽させ、滑稽の傷で弱っている間に、町の男性全員を剣で殺害するという、激しい報復を行った。後に、ヤコブの祝福において、以下のようにヤコブは厳しく、シメオンとレビを非難した。シメオンとレビとは兄弟。 彼らの剣は暴虐の武器。我が魂よ、彼らの会議に臨むな。我が輩よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままにお牛の足の筋を切った。彼らの怒りは、激しいゆえに呪われ、彼らの憤りは、甚だしいゆえに呪われる。私は彼らを、ヤコブのうちに分け、イスラエルのうちに散らそう。日本聖書協会。 聖書交互一部の聖書学者は、ディナの合間の記述は、言論的な神話であり、シケムの聖地の存在を正当化するために、ヤハウィストによって作られたと考えている。シケムの聖地に関して、エロヒストの記述では、単純にヤコブが土地を購入したとされている。ヤハウィストの記述は聖地に対する、覆い隠された形式だと見られている。聖書学者は、 シメオンの報復とヤコブの祝福における罰は、紀元前900年から700年の聖書の著者が生きた時代に、なぜシメオン族の存在が衰えていたのかを説明するように設計された原因論的なポストディクションであると見ている。ミドラーシュの一つであるセーフェルハイヤー社では、活例をする必要があると言って、シケムの父、ハモルを騙したのは、シメオンであるとし、続いて、 シメオンがわずか13歳にもかかわらず非常に強く、兄弟のレビの協力を受けつつも、独力で、シケムの町の男性すべてを虐殺することができ、85人の若い女性を捕らえ、ボナという名の女性と結婚したと主張している。古典的なラビ文学においては、シメオンは、非常に怖いもの知らずであるが著しく妬み深く、そして、 ヤコブのお気に入りであるヨセフに対しては常に敵対的で悪意を抱いていたとされる。セーフェルハイヤーア者シャでは、創世紀第37章でヨセフが羊を飼っている兄弟たちの後を追って、トタンの町に来た際にヨセフを殺さなければならないと主張したのはシメオンであるとしている。また、他の古典的なラビ文学では、シメオンはヨセフをアラノの穴に落とし、 ユダがヨセフを殺さずに、イシュマエル人の正体に撃ったと分かった際に激怒したと、している。古典的なラビ文学によれば、シメオンは、この残忍さに対する神の罰によって、右手がえて苦しんだが、彼が後悔したため手は一週間後に回復したと、される。聖書のヨセフの物語において、ヨセフが、エジプトで、パロに徴用され、エジプト全国の司となり、その、 ヨセフの前に、飢餓で苦しんだ彼の兄弟が穀物を求めて現れた際、ヨセフは兄弟たちに、ベニヤミンを連れてくるように頼み、兄弟たちがベニヤミンを連れて帰ってくることを確実に、するために、シメオンを人質に取った。古典的なラビ文学によると、シメオンをレビから離さなければ、かつて、シケムの街を破壊したように、 シメオンとレイビが一緒になって、エジプトを破壊するかもしれないと考えたので、シメオンを人質に選んだとしている。他の理由として、ヨセフに対する裏切りで顕著な役割をしたために、ヨセフはシメオンを選んだとされる。セーフェルハイアーアッシャでは、シメオンは人質になろうとしなかったので、ヨセフは力ずくで捕らえるために70人の屈強なエジプト人を送ったが、非常に、 力強い声で単純に叫んだだけで、エジプト人を遠ざけたとされる。この時、シメオンは結局マナセによって取り押さえられて、投獄されたとされる。一方で、シメオンの遺書においては、シメオンは、自身が投獄されて、ヨセフの虐待を受けることを当然だと認め、喜んで投獄されたとしている。ラビ文学の多くは、シメオンは、 彼の兄であるルベンが死ぬ3年前に120歳で死んだと主張しているが、一方でバミドバルラバーでは、ルベンの死後シメオンが兄弟の長子となったとしている。呼べる書によると、シメオンはテベトの21の日に生まれ、創世記によると彼には6人の息子がいた。それぞれ、エムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル、シャウルという名であり、 そのうちシャウルのミーボー兄弟であり母親はカナンの女とされている。いくつかの古典的なラビ文学では、シャウル以外の子供たちの母親はシケムで捕らえられた女性のうちの一人であるボナだと主張しており、他の古典的なラビ文学では、シメオンの妻はシケムの事件の発端となった彼の妹であるディナだと主張した。ありがとうございます。